まことちゃん、買ってきてほしい食材はこれで全部だよね。ああ、よろしくな。そうだ、どうせならあいつと一緒に行ってこいよ。最近盗賊団が街道に出るらしいからちょうどいいだろ。そうなんだ。じゃあせっかくだし誘ってみようかな。どうしたんだよユイ、珍しく乗り気になったな。そう、私はただ騎士君との思い出をもっとたくさん作りたいなって思って。そっか、いい顔してるぜユイ。行ってきな。ありがとう誠ちゃん、行ってきます。キシ君、いつもありがとう。マコトちゃんから頼まれた分もあるんだけど、ギルドのみんなの食材もあるから一人じゃ大変で。最近はキシ君と普段通りお話できてる。昔は緊張して全然話せてなかったのに。みんな逃げろ、こいつらは俺が。そんな構え方で俺たちに勝てると思ってんのか。おとなしく荷物と金を渡せ。そうすりゃ命だけは助けてやる。なんでこんなことに。あの人たち、マコトちゃんが言ってた盗賊団だ。私も一緒に。皆さん逃げてください。ここは私たちが。なんだあいつら、まだ連れがいたのか。おい、捕まえてこい。逃げるなら容赦するな。任せろ。魔法で足止めするから、騎士君は先に襲われている人たちを。させるか。魔法で動きを抑えようって考えか。甘えよ、おら。キズカ。お姫様を守るナイト様のつもりか。何手こずってんだ、さっさと終わらせるぞ。少しはやるじゃねえか。だがいつまでそうしてられるだろうな。騎士君下がって、攻撃を魔法で防ぐから。このままだと騎士君が。後ろの女に魔法なんぞ使わせるわけねえだろ。これで終わりだ。キシ君。チッ、しぶとい野郎だ。いつもこうだ。私はキシ君に守られてばっかり。夢の中でも今だって変わるんだ。騎士君にはこれ以上傷ついてほしくない。私はもう迷わない。大好きな人を失いたくないから。待ってて騎士君、今助けるね。初めて使う魔法だけど、そんなことを怖がってたら大切な人を守れなくなる。だから私は。魔法でこいつごと焼き払う気か。やれるもんならやってみろ。あの人を支え、守るための力を解き放つ光よ。星をもうがつ万歳の輝きとなれ。いっけー、シューティングスター。
そんなバカな俺たちだけを的確にギャー。大切な人たちが傷つかなくていいようにする力、これが私の全力だよ。騎士君、大丈夫？ひどい傷、歩道が小さくなってる。待っててね、必ず助けるから。フラワリングヒール、たとえ命を失ってもいい。私の全部を使って騎士君を救う。だから目を覚ましてお願い。出血は抑えられた。打撲は後回しにして、次は裂傷を塞がなきゃ。もう大丈夫だからね、騎士君。私たちと一緒に行かなくていいんですか？はい、私たちは治療が終わるまでここにいます。では私たちはこれで。本当にありがとうございました。さようなら。気がついた？もう大丈夫だよ。盗賊の人たちは全員捕まえて町に連れて行ってもらったの。治療もあと少しで終わるから、ちょっとだけ待ってて。傷だらけになっても私を守ってくれてありがとう。もう守ってもらってばかりの私じゃなくなるから、これからは騎士君とお互いに守り合えるように頑張るね。はい、治療は終わり。もう動いても平気だよ。気にしないで。私にできることをやっただけだから。あれ涙が、あれおかしいな。全然止まってくれない。キシ君、私ずっと怖かった。あのまま攻撃されてキシ君が倒れたまま動かなくなるんじゃないかって怖かったよ。ありがとう、騎士君なんて。あったかい。気のせいかな、騎士君の顔がどんどん近くなってる。騎士君、こんなに近くで見つめ合うなんて初めてだよ。まるでこのままキスしちゃいそうになるくらい。どうしよう、目を開けていいタイミングが分かんない。おい、ユイ、大丈夫か？こっちだよ。盗賊団に襲われたって聞いて心配したぞ。無事か？うん、私は大丈夫。騎士君が守ってくれたから。そうか、よくやったな。もしも誠ちゃんが来なかったら、あのまま私騎士君とキスしちゃってたのかな。ユイ、本当に大丈夫か？大丈夫だよ。ならいいんだ、とにかく無事でよかったよ。ちゃんと仲良くなれたのか？思い出作ってきたんだろ。思い出なのかな。いいことがあったわけじゃないから、そう言っていいのかはわからないけど、
今日のことはずーっと忘れられないと思う。ありがとう、まことちゃん。私に勇気をくれて。あ、よかったな、ゆい。じゃあ飯でも食べに行こうぜ。お前も来るだろ。なんだよ、仕事か。根掘り葉掘り聞きたかったのに。もう、まことちゃんでも。キジ君、いつもありがとう。またね。キジ君、私ね、どんなにキジ君が傷ついても何度でも直すよ。キジ君が笑顔でいてくれたら私も笑顔でいられるから。でもいつか、きっといつか、私がキジ君を笑顔にしてあげられるようになるね。